練馬駅へ ご通行の皆様こんにちは。私たちは先日6月26日に小池百合子都知事を都民150名以上で刑事告発したメンバーです。私たちは先週6月26日に小池百合子都知事を都民150名以上でが告発人となって刑事告発したメンバーです。本日は練馬駅前で私たちがなぜ小池百合子都知事を刑事告発したのかという話についてお話しさせていただきたいと思っております。練馬駅をお歩きの皆様こんにちは。私たちは先日6月26日に小池百合子都知事を東京地検に刑事告発した150名の都民のメンバーの中の数人です。本日はこの練馬駅前で私たちがなぜ小池百合子都知事を刑事告発したのかということについてお話しさせていただきたいと思います。暴動じゃない大丈夫ですかね。ここは練馬駅を歩きの皆様こんにちは。あまりですねニュースなどには取り上げられてないんですけども、実はですね小池百合子都知事なんですけどもすでにですね、2件刑事告発されております。小池百合子都知事はすでに2件刑事告発されております。1件目はですね、文藝春秋で報道されました、学歴詐称、カイロ大学卒業という、そのですね、学歴が嘘なのではないかというこのですね疑惑について、弁護士で元ですね都民ファーストの会の顧問のですね小島敏郎さんという方から、刑事告発これが第1回目ですね、されております。学歴詐称の疑惑で小池百合子都知事すでに一件刑事告発されております。その後ですね先週私たち都民150名以上で2件目の刑事告発をしました。こちらはですね皆さんご存知の方も多いかもしれないんですけども5月の28日に東京都内の52の市長、区長だとか、まあ、市長ですねそういった市長がですね52の市長が、小池百合子都知事に、都知事選参戦出馬してくださいというような要請を行いました。でもですね実はですねこれ、よくですね調べてみると、小池百合子都知事サイドの人たちが、このですね市長にですね、この参戦出馬要請をしてくださいという打診をですね小池百合子都知事サイドの方がですねしていたという、まあ、自作自演だったということがですね、分かったんですね。この5月28日に行われた、小池百合子都知事に対する、都内の52の市長による、参戦出馬要請なんですけどもこれ実は自作自演の茶番劇だったということがですねすでに分かったんですね。これでですね、これなぜ、刑事告発される、ものかというとですね実はですね公職選挙法違反に、当たる疑いが非常に強いんですね。この、52の市長に都内の市長に対して、その出馬要請を打診したというのは、この公職選挙法違反に当たる疑いが非常に強い、このことによって私たちは、都民150名が告発人となって、小池百合子都知事を、刑事告発2回目しました。このようにですね小池百合子都知事はすでに、2件、刑事告発されているんですね。今回の、選挙にあたってこれはですね非常に、過去に例のないことだと思います。もう2件もですね刑事告発されてもうすでにですねなんか小池百合子都知事ではなくて小池百合子容疑者になっているわけです。こういったですねこの容疑者小池百合子容疑者にですね次期都知事3期目の都知事を任せるのかどうかっていうのは非常にですね皆さんに考えていただきたい点です。もうすでに2件告発されている小池百合子容疑者に3期目の都知事を任せるのか、これ絶対に任せられないと私は考えております。そんなですね、刑事告発2件もされるような疑いのある人に都知事を任せておけない、
絶対に任せておけない、そういうふうに私は考えております。ですので、ぜひ皆さんもですね、この小池百合子都知事、どのような形でその刑事告発されているのか、ニュースなど新聞にも出てますので、ぜひ週刊誌にも出てますので、見ていただいて、それでですね、7月7日の選挙、これですね、選挙は絶対に行かなきゃなりません。小池百合子都知事にしないためにも選挙には絶対に行かなきゃいけません。ですので、皆さん、ぜひですね、その小池百合子都知事がこのように2件も刑事告発されているという背景を知っていただいた上で、じゃあ次誰に任せるのが一番東京にとっていいんだろうか、そういうことを考えて、ぜひ7月7日の選挙に足を運んでいただけますと幸いです。本日はこの練馬駅の前でですね、小池百合子都知事をですね、先週東京地検に都民150名で刑事告発してきたメンバーでお話しさせていただいております。ちょっとですね、他の方々にもお話をですね、マイクを回してお話を伺っていきたいと思います。じゃあ、練馬駅前ご通行中の皆様、こんにちは。私は東村山市から参りました。先ほどお話がありましたが、小池都知事を刑事告発した都内175名のうちの一人として、本日なぜこのようなことをしたのかお訴えに来ました。私はこれ初めて新聞報道で見ました。それを見たときは、まず私が住む東村山市の市長も連名で小池都知事に出馬要請を出していたということに、まず怒りを覚えました。個人的に誰を応援してもそれは構わない、その方の自由だと思います。でも市長、自治体の首長という人は選挙で選ばれた人です。市内自治体の中にはさまざまな政治信条や考えのある方がいます。そこに市長、区長という肩書きを抱えて、私はこの人を応援しますと連名で、しかも連名で出す、これはすでに小池都知事が2期も知事を務めていますから、この2期の都政運営を市長として評価している、そのような印象を与えてしまいます。つまり選挙の各個人が自由に考えて判断して選ぶ、そこに大きな影響を与えてしまうわけです。そのことに私は怒りを覚えて、まず市長に抗議文、そして情報開示請求をしました。しかしすでに市内ではこのことに怒りを覚えて、公開質問状を出したり陳情を出したり、抗議の電話をしている人たちがいました。そこで私は今ここに立っている皆さんたちと一緒に、都内各地で連名で小池都知事に出馬要請した首長に、なぜそういうことをしたのか情報を集める活動に参加し、そして分かったことは、実はこれは市長、区長が小池都知事に出馬を要請したのではなく、まず小池都知事サイドから支持をしてもらえますかという打診があったというのが分かりました。これは私たちが質問状を出したり議会で聞いた市長、区長が直接文章または言葉で明確に言っていることです。詳しく言いますと、まず最初に区内の一部の有志が小池都知事のところに出馬してくれないかと持ちかけた。これは有志で言ったので構わないと思います。でもその言葉を受けたら、本当は、ああ分かりました、では考えさせてください、あるいは評価していただいてありがとうございます、それで終わればいいわけです。
ところが小池都知事はそれを受けて、ではもし出馬したら市長市長の皆さんたちは私を支援してくれますかと、そのように言って、市長市長そして村長町長それぞれの会に話をして、そして取りまとめさせた。私は東村山市23区と違って財政が非常に苦しい市の一つです。東京都は市町村総合交付金というものを市町村に出しております。その交付金を頼らなければ財政運営が大変厳しい、そういう状況の中で市長村長町長さんは、では小池さんを支援するのかと言われて大変苦しい判断をした方もいると思います。もちろんもろ手挙げて応援した方もいると思いますが、多くの東京都の首長さんは自分だけがもしこの要請に加わらなかったら後でどうなるんだろう、そのような苦しい判断の上でそれを要請に加わったものだと思われます。というのは1人10人だけこの要請に加わらなかった方、そのうちの1人の方に私は直接話を聞きました。市長会ではこの話があった時に踏み絵を踏ませるのか、そういう声が出たそうです。つまりこれは踏み絵なんです。この踏み絵を踏まなければ小池都知事の出馬要請に自分の市だけ加わらなければ、もし小池都知事3期目があった時に交付金はもらえないかもしれない。また東村山市は副市長が都から派遣されています。そういう人事権も握られております。このような立場にありながら区長市長そして町長村長たちに踏み絵を踏ませた。これを知ってから私はむしろ要請に連名で加わった首長さんたちよりも小池都知事が自ら自作自演持ちかけた踏み絵を踏ませたことに大変怒りを覚えております。東村山市議会でも最終日に緊急質問がありました。そこで市長は明確に小池百合子都知事サイドから打診があったと言っております。そして5月28日に市長会、区長会、町長、村長会から3人が来て、小池百合子都知事が3期目を目指して出馬すれば支持を表明いたしますという文を高々掲げて渡し、小池都知事は誇らしげにそれを受け取った。そのように都民に見せながら、実際それは自作自演の茶番劇だったわけです。つまり都民をなめています。私はこのようなことをやる小池百合子都知事、果たして3期目にやらせていいのかどうか疑問に思いますが、どうかこのことはあまりマスコミは皆さんに報道していないので知っていただいた上で、皆さん各自で判断して投票にはぜひ行っていただきたいと思っております。以上、東村山市民としての訴えでございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私たちは先週6月26日に小池百合子都知事を東京地検に刑事告発してきた都民150名以上のメンバーのうちの中のメンバーです。はい、本日はその告発、刑事告発をなぜしたのかというのをこの練馬駅前でお話しさせていただいております。
ご通行中の皆様、こんにちは。今、東京都知事選が行われております。今週の7月7日が投票日となっております。今回、私たちは小池百合子都知事を刑事告発いたしました。今回の都知事選挙で、東京都の区長、市長、複数の方に対し、小池知事への出馬要請に名前を連ねるようにと、小池都知事サイドから依頼があったそうです。これは公職選挙法に違反しています。ある自治体の市長は、この要請に賛同しなかった場合の報復を恐れて受け入れざるを得なかったと言われています。こんなことは決して許されることではありません。公職選挙法136条に違反するため刑事告発する、そう聞きまして私も告発人の一人になりました。私は昨年の大晦日、新宿都庁の地下通路で年越しそばの炊き出しに参加いたしました。若い人たちもたくさん年越しそばを求めて並びました。都庁の地下通路には段ボールで作ったお家がたくさん並んでいます。そのすぐ横のイベントホールでは年越しのカウントダウンのイベントが行われており、ステージの上では小池百合子都知事が着ぐるみのキティちゃんと一緒にニコニコ手を振っていました。そのわずか十数メートル先にいる炊き出しに並んでいる人たち、路上で生活する人たちが見えていないわけがないのに、小池さんは知らんぷりでした。その昔、都民ファーストと言われていましたよね。あれは一体どこに行ったんでしょうか。今回の選挙公報には東京の緑を守り生かす取り組みを加速させると書いてあります。神宮外苑の木を1000本以上も切り倒そうとしているのに緑を守る、そんなことは、そんな嘘は書かないでいただきたいです。言っていることとやっていることが違いすぎます。小池百合子さんがご自分の地位を利用して区長や市長に圧力をかけたことが許せなくて、私は今回告発人になりました。小池さんがご自分を偉いと勘違いされているのなら、普通の人の感覚を忘れてしまわれたのなら、もう都知事の資格はありません。今の権力の座から降りて庶民に戻り、頭を冷やしてよく考えてほしいと思います。皆さん、都民ファースト、これを本当に実現してくれる候補に投票しましょう。皆さんの一票には大きな力があります。この国のオーナーは皆さん、お一人一人、お一人お一人です。よーく考えて、7月7日には東京の未来と私たちの命を一番に考えてくれる候補の方に投票しましょう。私たち一人一人の力で未来を、東京の未来を変えてまいりましょう。以上です。はい、ありがとうございました。本日この練馬駅前で私たち、先日ですね、小池百合子都知事を、東京地検に刑事告発してきた、都民の、メンバーで本日お話しさせていただいております。今ですね、お話あったように本当に、小池百合子都知事、全く公約も守っておりません。公約、さまざまなですね、7つのゼロというような公約、これ達成率ほとんどゼロだという話があります。本当にですね、口だけ言うだけの、
都知事だったということをですね、ぜひ、思い出していただいて、投票には、絶対に足を運んで新しい東京を作るためにも、投票には、足を運んでいただきたいと思っております。先ほどからお話ししているんですけど、また繰り返しになりますが、私たちはですね、先週6月26日にですね、小池百合子都知事を公職選挙法違反の疑いで刑事告発してきました。東京地検に。その内容としましては、先月のですね、5月の28日に小池都知事に対してですね、都内のですね、52の市長、このですね、練馬区の区長もですね、その52の中に入っているんですけども、都内の52の市長がですね、小池百合子都知事に都知事選参戦出馬してくださいというような要請をしたんですね。で、これこの要請なんですけども、その後、いろいろなお話が出てきまして、実はですね、小池百合子サイドからですね、打診があってこの要請に至ったというようなですね、市長がですね、発言が出てきたんですね。例えば調布市の長友市長などはですね、この小池百合子都知事サイドからですね、打診があって、この要請をしましたというようなことを、私たち、メンバーのですね、問いかけに対してはっきりとメールで返信してきました。ですので、こうした証拠が得られたため、私たちは東京地検に対して、これは公職選挙法違反に当たるということで刑事告発しました。これからですね、数週間後に、この刑事告発が、受け入れられるかどうか、ということが受理されるかどうかというのが、決まるわけなんですけども、このような形でですね、刑事告発されている。しかもですね、1件ではなく小池百合子都知事は2件刑事告発されてます。この私たちが、私たち都民150名以上がですね、行った刑事告発に加えてですね、先日ですね、文藝春秋の方でですね、報道されました、小島敏郎さんというですね、元都民ファーストの会のですね、顧問の方が、顧問で弁護士の方がですね、学歴詐称、カイロ大学卒業というふうに、書いてあるのは学歴詐称であるということで、刑事告発しています。このですね、2件も刑事告発、小池百合子都知事もされているわけですね。このようなですね、非常に、様々な疑いがある人物を、都知事にしていいのか、 3期目の都知事をやらせていいのか、これはですね、ぜひ皆さん考えて、次の7月7日の投票に足を運んでいただきたいと思います。2件もですね、刑事告発されている、そんなですね、疑惑のある人物を都知事にしていいのか、2件も刑事告発されている小池百合子都知事を3期目の都知事にしていいのか、これをですね、ぜひ皆さん考えてですね、7月7日、東京都都知事選足を運んでいただきたいと思います。そうしたですね、疑惑がある人物がですね、東京都知事になると、さらにですね、新しいですね、何かはよからぬことをする可能性が非常に高いです。ですので、そのようなことを考えた上で、ぜひですね、皆さん投票行っていただきたいと考えております。お話しされますか。ちょっと一旦お話しされますか。じゃあちょっと私の方から話を続けたいと思います。小池百合子都知事、なんとなく、テレビなどで見ていると、いい人そうに見えるというような、認証を持っている方が多いと思います。私はですね、小池百合子都知事のですね、テレビ番組を昔作っていたことがあります。小池都知事、カメラの前では非常にニコニコしてるんですけども、カメラが止まった瞬間、その表情は一変します。もう非常に冷酷な素顔が出てきます。このようなですね、ちょっと小池都知事、二面性がある人物だということは非常に覚えておいていただきたいと思います。それでですね、先ほどの話にもありましたけども、そういうですね、都庁下での炊き出し、もう数十メートル先で、そういう困っている人たちが、炊き出しに並んでいるのに、それも一度も視察にも行かず、
プロジェクションマッピングで48億円という非常に大きな額の税金をですね、しかもですね、この東京五輪の不正によって、今取引停止中の電通という会社のグループ会社にこの48億円のプロジェクションマッピングのお金を依頼して48億円渡しているんですね。まあ、そういうですね、非常にもうあの企業、大企業にべったりの小池都知事、これもですね、ぜひ皆さんに覚えておいていただきたいと思います。都庁の下に並んでいる700人の炊き出しに並んでいる人たちは全然見に行かないのに、そういうですね、企業に、大企業に対してはべらぼうな税金を48億円という大きなですね、税金をですね、使ってプロジェクションマッピングという、これそんなに必要なのかっていうようなですね、ものをですね、やってしまうというですね、非常に、そういう庶民の感覚とはずれたという表現が正しいと思うんですけども、そういう庶民の感覚からずれたですね、人が今都知事にやっているというような印象を私は受けております。だってもうその48億円、しかもその今東京五輪の不正によって取引停止中である電通の子会社に48億円渡しちゃうっていう、本当に考えられないですよね。そういうことをですね、平気でやっているのが小池百合子都知事です。またですね、こういう大企業ファーストな政策っていうのはですね、あの神宮外苑再開発のところでも見られまして、神宮外苑再開発なんですけども、これ三井不動産が代表企業となってやっております。三井不動産、伊藤忠商事、JSC、明治神宮が事業者なんですけども、そのうちで三井不動産が代表企業となってやっております。これですね、皆さん多分聞いたら驚かれると思うんですけども、東京都庁のですね、幹部の14名がですね、なんと三井不動産グループにですね、天下りしているというですね、非常に衝撃的な話がありました。この神宮外苑再開発を行っている三井不動産、疑問だらけの神宮外苑再開発を行っている三井不動産グループのですね、東京都庁のですね、幹部が14人もですね、天下りしているわけです。これはですね、本当にもう都庁と三井不動産、東京都と三井不動産が、癒着してですね、この事業を進めているというふうにしかですね、私には考えられません。14人もですよ、天下りしてるんですよ。もう東京都はですね、私たち都民の方ではなくてですね、三井不動産などのそうした大企業の方を向いて政治を行っている、そのようにしかですね、考えられないです。さらにですね、小池百合子都知事、この間のですね、討論会で小池百合子都知事は、三井不動産に、政治資金パーティーのパーティー券買ってもらってるんですかというような質問されました。すると小池都知事答えられませんでした。法律に従って、適正にやってますみたいな、答えしかできませんでした。それでイエスかノーか答えてくださいって言っても答えられなかったんですね。これつまりですね、小池都知事も三井不動産にパーティー券買ってもらってるというふうに告白したにも等しいんですよ。つまりですね、そういうですね、神宮外苑再開発を進めている三井不動産に対して、東京都からは幹部が14人も天下りして、さらに、小池都知事のパーティー券を買ってもらっている可能性が高い、こういうですね、非常に大企業と癒着したですね、東京都が今あるわけですね。これがですね、小池都政の、実態です。都民ファーストでは全くありません。企業ファースト、大企業ファースト、財界ファースト、これがですね、小池都政の実態です。このまま小池都政の、間にですね、出生率どれぐらい下がったか皆さんご存知でしょうか。実はですね、小池さんが都知事になってからずっと出生率右肩下がりで下がってるんです。もともと 1.24 ぐらいあったですね、出生率がもう先日、これはですね、非常に大きく報道されたので皆さんもご存知だと思うんですけども、 0.99 に下がってきてしまってます。小池さんがですね、都知事の間ずっと出生率下げ続けてるんですね。それは、まあ、今度なんかまた新しい政策打って頑張りますみたいなこと言ってますけども、8年間やって結果出せなかった人があと4年やって結果出せるわけありませんよね。
こういう人にはですね、絶対にもう変わっていただく必要があると思います。私もですね、東京都内で子育てしてますけども、非常に、やりづらい部分が多々あります。赤ちゃんファーストとか言ってますけども、それで10万円とかですね配ってますけども、それではですね全く足りません。東京都の財政的にももっともっとですね、子育て支援できる、子育て若者を支援できるですね財力があるにもかかわらずやっていない、これが小池都知事です。ですのでですね、新しい、都知事に新しい都知事を選んでですね、このですね、出生率も1を割ってしまったという危機的な状況もですね、変えていきたい、変えてぜひいきたいというふうに考えております。あと、先ほど、緑、小池都知事公約に、緑を増やすみたいな公約を掲げていますが、これ本当に、インチキグリーンウォッシュというですね、そういう口だけのですね、エコ的な発言をされているというふうに私は捉えております。先ほどもお話にありましたが、神宮外苑再開発、これではです、東京都のですね、都知事が認可したんです、この再開発、東京都のですね、小池百合子都知事がこの神宮外苑再開発を認可しています。関係ないというふうな顔をしていますが、小池百合子都知事がこの再開発を認可しなければ、この再開発工事去年の2月に始まらなかったわけです。この再開発工事の認可を去年の2月に小池百合子都知事がしなければ始まらなかったわけです。ですから、小池百合子都知事がこの神宮外苑再開発を始めたと言っても過言ではありません。でですね、この神宮外苑再開発によってですね、先ほど1000本以上の木が切られるというふうに、言ってましたが、そうですね、今のところ分かっているところでも3000本以上の木が、切られるというふうに計算されています。ただそれまだ、ごく一部のエリアだけですので、もっともっと今後増えることが、予想されます。はい、さらにですね、この神宮外苑だけじゃなくてですね、小池百合子都知事、葛西臨海水族園というですね、この江戸川区にある東京都立の水族園、こちらでもですね、樹木600本を伐採するというような再整備計画をもうすでに始めています。伐採がすでに始まっています。葛西臨海水族園、こちらではですね、600本の樹木を伐採するという計画を進めています。合計ですね、1400本の森があるんですけども、その中600本を伐採して800本を移植して、その森をなくしてそこに新しい建物を建てるというですね、ソーラーパネルを並べて新しい建物を建てるというですね、もう本当に、全然ですね、環境に優しくない、政策を進めております。そういうですね、公約に掲げていることとやっていることが全く違うというのが小池百合子都知事なので、そういう、一言言うと小池百合子都知事は嘘つきです。公約達成できてません。学歴詐称、これ非常に強い疑いが持たれてますけれども、小池百合子都知事全くその、疑問に答えてません。そういうですね、学歴詐称もですね、公約達成ゼロもですね、一言で言うと、みんな嘘だったということです。小池百合子都知事はですね、もう朝から晩まで嘘をつきまくってるというようなですね、近い人の、表がありますけども、本当にですね、もう息を吸うように嘘を吐く人物だというふうに考えていただければと思います。今回の公約もですね、どれだけ達成できるか、これまでの実績見てればですね、小池百合子都知事、公約達成できませんよね。そんなの信じられませんよね。だからですね、その辺もこれまでの実績をですね、ぜひ見ていただいて、今度のですね、都知事選、誰に入れるかということをですね、ぜひ考えていただきたいというふうに考えております。先ほど来、お話しさせていただいております、私たちはですね、先日、小池百合子都知事を東京地検に、都民150名以上が告発人となって刑事告発してまいりました。小池百合子都知事をですね、東京地検に、都民150名以上が告発人となって刑事告発してまいりました。その内容はですね、先日5月28日に、東京都、52の市長がですね、小池百合子都知事に参戦出馬要請をするというですね、出来事がありました。でもですね、実はこれ、東京都の
市長にですね、いろいろと証言を取ってみると、実は小池百合子都知事サイドからですね、打診があって、この要請をしてくださいという打診があって、今回の、要請に至ったというですね、そういう証言が得られました。つまりこれ自作自演の茶番劇だったわけですね。小池百合子都知事得意のパフォーマンスだったわけです。このですね、けどこれ実はですね、その小池百合子都知事、東京都知事というですね、この公職の地位を利用して、この要請、出馬要請をするということはですね、これ公職選挙法に触れる歴史とした犯罪行為です。ですのでですね、私たちは、先日東京地検に都民150名以上が、告発人となって小池百合子都知事を、刑事告発してまいりました。すでにですね、小池百合子都知事2件刑事告発されてます。1件が、学歴詐称によって、小島敏夫さんという弁護士の方に刑事告発されてます。そしてもう1件が先日私たちが行った、この公職選挙法違反に当たるということで、この52市長による出馬要請の茶番劇、自作自演、これがですね、公職選挙法に違反に当たるということで、刑事告発してまいりました。もうすでにですね、2件も刑事告発されている。これすでにですね、もう小池百合子都知事じゃなくて小池百合子容疑者、小池百合子容疑者なわけですね。そういうですね、ものすごく疑惑のある人物を東京都知事3期目やらせていいのか、ぜひですね、皆さん考えていただきたい。そうしたですね、2件も刑事告発すでにされている人物を3期目都知事にしていいのか、これをですね、ぜひ皆さん考えていただいて、ぜひ7月7日の投票日には足を運んでいただいて、新しいクリーンな東京都政を作っていきたいというふうに考えております。小池百合子都知事もすでにですね、2件刑事告発されてます。1件が学歴詐称による、弁護士小島敏郎さんによる刑事告発、2件目が、先日6月の26日に私たち都民150名以上が告発人となって行った刑事告発です。このようなですね、非常に大きな疑惑のある人物をですね、次の、東京都の都知事選、の都知事にしていいかどうかというのをですね、ぜひ皆さん考えていただいて、7月7日の選挙には、足を運んでいただければと思います。このですね、7月7日の選挙を絶対に、皆さん投票していただきたいんですけど、その理由、簡単に申し上げます。これですね、なぜ7月7日投票行かなきゃいけないかというとですね、投票行かないとですね、この、小池百合子都知事はこの裏金の自民党とですね、今一体となって政治といいますか、この選挙を進めてます。小池百合子都知事は裏金自民党と一体となって選挙を進めてます。で、この小池百合子都知事と裏金自民党、これがですね、組織票というのをたくさん持ってるんですね。組織票、つまりですね、既得権益がある方々が、小池百合子都知事と裏金自民党、この、コンビにですね、入れるわけです。でですね、この組織票というのがですね、一定数あるわけですから、全体の投票率が下がるとですね、この組織票というのがですね、非常に強く効いてくることになります。全体の投票率が下がっちゃうとですね、この小池百合子都知事と裏金自民党が持っている組織票、非常に強く効いてきちゃいます。ですので、そうするとですね、この既得権益を持っている裏金自民党、小池百合子都知事に群がる人たちがですね、また投票率が下がると万歳と喜ぶんですね。私たちの票が強く効いて、私たちの候補が投票されたと、当選された、で、また4年間甘い汁を中中すれるということで、非常に喜ぶわけです。で、私たち投票しなかった庶民、一般人には何のいいこともありません。もうその既得権益持っている人たちが喜ぶだけです。ですので、絶対にこれ投票に行かなきゃいかない、投票に行かないと、そういうですね、私たちに対して何のメリットもありません。ぜひですね、こういった方々が私たち、一般の都民の方を、都民を一番考えて、政治をしてくれるのか、これをですね、ぜひ考えて、次の投票には絶対に足を運びましょう。この投票に行かないというと、これ、
小池百合子都知事と一体となって、選挙を進めている裏金自民党がですね、持っている組織票、これがですね、非常に強く効いてきてしまいます。それでですね、その組織票を持つ人たちが勝って、私たち庶民にはまた何にも、メリットのない政策が4年間打ち出されて政治が行われるわけです。このようなですね、政治8年間続けてきて、どん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 東京の中の若者の格差拡大してきてます。格差拡大してきてます。出生率下がってます。これ以上ですね、東京を悪くしていく。ことになるのはですね、私は避けたいというふうに考えておりますので、ぜひですね、7月7日投票に行かないと、また裏金自民党と小池百合子都知事が勝ってしまいます。裏金自民党と小池百合子都知事勝つとですね、この既得権益組織票を持っている方々が喜ぶだけです。ですので、ぜひ7月7日投票所に足を運んでいただいて、次の私たちの本当に若者が豊かになる、若者だけじゃない、子育て世代、若者、すべての世代が豊かになる、そういう都民をしっかり見た政治を行ってくれるのは誰かということをですね、しっかりと考えて、ぜひ7月7日投票日には足を運んでいただきたいというふうに考えております。報道なんですけど、一言だけちょっと言いたいと思います。私は練馬区早めにいる練馬区民です。で、今回のこれの告発人の157名のうちの一人に入ってます。で、小池百合子はね、ここの先の桜台に住んでるんですよ。だから練馬区民なんでね、練馬駅で練馬区民が練馬区の小池百合子をね、落とすために駆けつけました。小池百合子の悪口というか、問題は先ほどから言われてますけど、70のゼロっていうことがね、達成されてないっていうことで、で、都の財政が、どこの国だから国の財政と同じぐらいな大きな財政なんですけど、その財政を区民のために使っているかっていうと、私は使ってないと思うんで、ぜひ小池百合子を落としてですね、私は個人的には蓮舫を応援してるんですけど、蓮舫が、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、本当に、本当に都民のために、税金を使ってくれる人、それをですね、選びたいですよね。本当に今東京都というのは非常に豊かな財政があります。それをですね、先ほども申し上げましたけれども、プロジェクションマッピング48億円もかけてですね、プロジェクションマッピングをやって、東京取引停止中の電通のグループの子会社に、流すのが、それが本当に、税金の使い方としていいのか、本当に正しいのか、例えばですね、晴海フラッグという今非常に注目されている元五輪の選手村があるんですけど、そこをですね、540億円ものですね、税金を使って整備したわけです。ですけども、そこを、投資家がですね、どん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 投資を、本当はですね、そこの晴海フラッグというマンションはですね、子育て世代、ファミリー世帯向けに整備しますということを謳って540億円のその税金を使ってそのマンションを作ったわけなんですけども、蓋を開けてみたら、投資マネーがどん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 流入してですね、それで、本当に住みたい子育て世帯はそこに住めないというですね、非常にいびつな構造が今できているわけです。それで投資マネーがどん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 流入した結果、投資目的で買った人が、たくさん買って、それでそこに居住実態がない、もうすでに3割がですね、そこの晴海フラッグに居住実態がないということが明らかになっております。そういうですね、めちゃくちゃな、税金の使い方をしているのが今の東京都です。ですのでですね、この税金の使い方、誰が一番しっかりとした、税金、私たち都民が本当に豊かになる税金を使い方してくれるのか、そういうことをですね、考えていただいて、ぜひ7月7日の、投票日には足を運んでいただきたいと思っております。はい、ではですね、この辺で本日の、この、会は、終了したいと思います。本日はありがとうございました。